アンドリュー・ディクセン・ホワイト・アンドリュー・ディクソン・ホワイトは、アメリカ合衆国の外交官、著述家、教育者である。ニューヨーク州、ホーマーで生まれた。イエール大学を卒業した後、3年間ヨーロッパで学び、アメリカに戻り、ミシガン大学で歴史と英文学の教授となった。 1865年に、電信事業における先駆者であり、ニューヨーク州上院議員であったエズラ・コーネルと共に、コーネル大学を設立し、初代の学長となった。ホワイトの先見的な考えは、コーネル大学を、農学と工学の分野を筆頭に、一流の大学にした。14年間、コーネル大学で働いた後、外交官に任じられ、 1879年から2年間中毒講師、1892年から中ロシア大使、1897年から再び中毒大使を務めた。ロシア駐在時代には、レフトルストイと知り合い、トルストイからモルモン教についての質問を受けたことがきっかけとなってアメリカに戻った後、宗教の研究を始め、コーネル大学に研究所を設置し、 モルモン教の文献などの収集を行った。著書に、二巻からなる、キリスト教国における科学と神学との戦いの歴史、がある。その元になった1876年の小著ザ・ウォーフェア・オブ・サイエンスが、1939年、岩波新書から森島常世のわけで、科学と宗教との闘争のタイトルで出版された。科学と宗教との闘争ホワイト。 森島常世岩波新書。ありがとうございます。